機械カルデラの位置、薩摩硫黄島、硫黄竹ステレオ写真はこちら機械カルデラは、薩摩半島から約5 0トル南の大隅海峡にあるカルデラ。直径は約2 0トル。薩南諸島北部にある薩摩硫黄島、竹島がカルデラ北園の外林山に相当する。カルデラ中央海底には、単一の河口に由来するものとしては、世界最大規模の溶岩ドームがある。 溶岩ドームからは現在も火山性ガスの気泡が噴出しており、地下にはマグマだまりが存在すると考えられている。サツマイオ島はランク A の活火山に指定されている。戦死時代以前に複数回の長距離大噴火を起こしている。約7300年前の大規模カルデラ噴火は過去1万年のうちでは世界最大規模で火災流が九州南部にも到達し、 九州南部の縄文人を絶滅させたと推測されている。カルデラは東西約2 1トル南北約1 8ートル円形であり、約7300年前の噴火で形成された内側のカルデラと、それ以前に形成された外側のカルデラの二重となっている。カルデラ底部の水深は400から5 0 0ル海底には多数の海底火山があり、 起伏に富んだ地形になっている。カルデラ外林山として、竹島、伊王島が海面上にある。伊王島の洋竹、稲村岳お及び昭和伊王島は後カルデラ火山。外林山の矢はず岳、伊王島西部の平坦部は先カルデラ火山。伊王島から南東方向の中心部付近には海底の高まりがあり、後カルデラ火山活動によって形成された。 中央下高級と推定される。このうち一つの浅瀬は海面上にあり、三つの岩礁からなっている。神戸大学などの研究チームが2016年から2017年にかけていった海底調査では、直径約1 0トル高さ約6 0 0ル体積約4 0キロ立方メートルの溶岩ドームを確認した。三雪や火砕流と機械赤ほやの広がり。 九州南部、東部、四国、本州瀬戸内海沿い、及び和歌山県で20センチメートル以上あり、広くは朝鮮半島南部や東北地方にも分布する。昭和初期に付近の島々を調査した地質学者の松本唯一は、ここに巨大なカルデラが存在していることを指摘し、機械が島にちなんで機械火山と命名。 1943年に機械カルデラとして学会に提唱した。1976年には赤ホヤと呼ばれていた地層がこのカルデラを起源としていることが確認された。2016年から2017年かけて行われた海底調査の結果、直径約 10km、高さ約 600m、体積約3 0 k ルにもなる巨大な溶岩ドームが確認され、 現在も活発な噴火活動が続いている。神戸大学の練習船、深江丸よりも海底下地中の構造を深く探査できる海洋研究開発機構の海底広域研究船、海明が2021年度から投入される予定である。2015年9月4日に三島村機械カルデラジオパークとして日本ジオパークに認定された。 資料によっては6300年前と記載しているものがある。これは放射性炭素年代測定で歴年補正を行っていない場合の年数である。また、食料を求めて火山灰のない地域へ移り住み、絶滅を免れたとする説もある。西日本、特に九州の戦士時代から縄文時代初期の文明も、この噴火で絶滅したと考えられている。ありがとうございます。